純物質の三重点とは、その物質の三つの層が共存して、熱力学的平衡状態にある温度と圧力である。参照を指定しないで単に、三重点という時には、気層、液層、片晶の参照が共存して、平衡状態にある時の三重点を指す。水を例にとるならば、水蒸気、水、氷が共存する温度、圧力が、水の三重点である。 合図の例。見え点は、図中のトリプルポイントである。左から順に型称、液層、気層となる。緑色の点線部は、水の場合の型引く、液境界線の外形を示している。見え点にある、純物質は1成分3小形なので、ギブズの愛、合率により自由度は0となる。そのため、1成分2小形である沸点や融点とは異なり、 純物質の三重点はただ一点に決まる。すなわち見え点は、その物質に固有の温度及び圧力となる。渦のように温度、圧力で表した合図上では、蒸気圧曲線、誘拐曲線、消化曲線の三本の線が合致する点が三重点である。 蒸気圧曲線と消化曲線に注目すると、液体と固体の蒸気圧が一致する温度が30点の温度であることがわかる。また、蒸気圧曲線と誘拐曲線に注目すると、沸点が凝固点に等しくなる圧力が30点の圧力であることがわかる。液層は、見重点圧力より低い圧力では、熱力学的に安定な層としては存在し得ない。ただし、 順安定症としては存在し得る。例えば過冷却水は水の順安定症である。過冷却水の水上気圧は水の三重点圧力より低いので、気液平衡を保ったまま水を過冷却することで、三重点圧力より低圧の液層を順安定症として実現することができる。2019年まで水の三重点は国際単位系において、 ケルビンの定義に用いられていた。ケルビンは、水の30点の熱力学温度の1、273.16、と定義されている。この定義により、水の30点は、厳密に、摂取0.01度である。この時の圧力は611.657プラスマイナス0.010パスカル、約0.006気圧である。なお、この定義に用いられる水は、 厳密に、同位体組成が定められたウィーン標準、平均海水である。ミエテンセルと呼ばれるガラス製の容器に高純度の水を、封入したセルを用いると、水の30点を再現性よく実現できる。産業技術総合研究所、軽量標準総合センターの研究によれば、水の30点温度の不確かさは 0.1MK で、ある。 なお火星の標高0メエトルは水の三重点における圧力と同じ気圧を示す高度と決められている。水を含めたいくつかの純物質の三重点は国際温度メモリの温度定点として用いられている。これらの物質の三重点温度は ITS-90 の定義値であるが見重点圧力は測定に基づく値である。そのため 見重点圧力の値は文献により多少のばらつきがある。硫黄の合図の模式図。S は、車砲硫黄、S は、単射硫黄、S は液、S は液層、S は気層。大気圧下で安定な硫黄の同素体として、車砲硫黄と、単射硫黄が知られている。型症が二つあるので、共存する三症として方、車砲単射器、単射液器。 射法単射液、射法液機の四通りが考えられる。図と表に示したように、これら四つの三重点はすべて観測されている。ヘリウムの合図。HEI が常流動症で、HE2 が超流動症。蒸気圧曲線と横軸に挟まれた領域が基礎。ラムダ線と蒸気圧曲線の交点が、ラムダ点。誘拐曲線の左上の領域が、 型症。一気圧におけるヘリウムの沸点は 4.2K である。この温度で気液平行にあるヘリウムを徐々に排気していくと、蒸気圧曲線に沿ってヘリウムは 4.2K から徐々に冷却されていく。温度が 2.1768K に達すると液体ヘリウムは潮流動潮に相転移する。この時の圧力は5042パスカルで。 この温度、圧力をヘリウム4のラムダ点という。このラムダ点は、合図上では、気相と常流動症と超流動症の参照に囲まれているので、ヘリウムの三重点の一つとみなされることがある。ただし、IUPAC の定義によれば、ラムダ点は、見得点ではない。なぜなら常流動症から超流動症への相転位は、連続相転位なので、常流動症と超流動症は、 層として共存することがないからである。常流動症から超流動症への相手因温度は、合図では、HEI と HE2 の境界線で表される。これを、ラムダ線という。ラムダ線と誘拐曲線の交点もヘリウム4の、ラムダ点という。このラムダ点の温度と圧力は 1.762K、30.11、バーである。合図からわかるように、 ヘリウムは25気圧以上に加圧しないと結晶化しない。そのため、ヘリウムには基層液層から型小の三重点は存在しない。右の合図では略されているが、ヘリウムの型小として、六方細密構造の層と耐震立方構造の層が知られている。HCP は低温高圧で安定な姿であり、図に示されている型小のほとんどの領域で安定な。 姿である。それに対して BCC は、ラムダ線と誘拐曲線の交点付近の狭い、温度圧力領域で安定な姿である。これら二つの型小は、液層と合わせて三小共存できるので、ヘリウムには、型小から型小液層の三重点が二つ知られている。ありがとうございます。